柱本元邸が修羅テイ邸は、日本のジャーナリスト、衆議院議員。英語力に秀で、伊藤博文や渋沢栄一といった実力者に、徴用され、長年にわたって、国際的舞台で活躍するジャーナリストとなったほか、英語教育教材の開発者、第二子としても活動した。右翼的国家主義者と評されることが多い、法規国出身。 鳥取県と愛知県の中学校に在籍した後、東京大学予備門を経て、1880年に札幌農学校に入学し、竹信義太郎や主賀重太からと共に4期生として学んだ。在学中にジュゼッペ・マッツィーニの文章に触れ、日本の国情を海外へ紹介することを自らの使命と決意したとされる。 卒業後、東京で伊藤博文秘書官を務めながら、ジャパンメール紙の翻訳記者となった。1896年、第2次伊藤内閣の総辞職を機に、首相秘書官を退職し、伊藤から資金の支援を受け、翌1897年、1897年、山田春を社長として創刊された、ジャパンタイムズに、その後、 1906年には伊藤の韓国党監修人に従ってハンスンフに赴きイギリス人が経営していた英字新聞ソウルプレスを買収して社長兼主筆となった。1909年にはババ・ツネゴと共にニューヨークに渡り1910年から1911年にかけて各週間のザオリエンタルエコノミックレビューを刊行した。帰国後、 1913年にジャパンタイムズ社長となったが、翌1914年には退任し、雑誌、ヘラルド・オブ・エジアを創刊して、主幹となった。1909年に伊藤が暗殺された後は、カシラボンは1903年の第8回衆議院議員総選挙に、鳥取県軍部選挙区から出馬して落選したが、1917年の 第13回衆議院議員総選挙に再度、鳥取県軍部選挙区から出馬した際には、定数3の中選挙区で、トップ当選を果たした。ABC 白山、2008,P235,ABC デジタル版日本人、明大辞典プラス、頭本語徒弟から言葉んく白山、2008,P234, 白山、2008, pp 235から236 abcd 白山2008 p 236白山2008 pp 236から237白山2008 p 233白山2008 p 237衆議院総選挙立候補者等一覧鳥取県2013年6月12日閲覧 ありがとうございます。